はい、皆さんこんばんは、ウシオでございます。さあ、やってまいりましょう。スコーチドアース。はい、だいぶ前にね、アイランド、とりあえずね、さっくり全部攻略したということで、今回からやってまいりましょう。スコーチドアース、過酷な砂漠の旅。神がバグってんだけど、決まんねえよ。というわけで皆さんこんばんは、ウシオでございます。さて、アークさっくり攻略シリーズ、アイランドが攻略終わりましたので、今回からスコーチドアースを攻略していきたいと思います。はい。で、スコーチドアースに関しては、まあ、ほぼ初見だね。うん。ほぼ初見。ちょっと、ちらっと、モッドのなんか具合を調べたりだとか、うん。あとはなんだ?ちょっとクリエイティブモードで建築してみたりだとか、そういう用途でしか使ったことないマップなので、ほぼ初見です。はい。なので、まあ、今回からね、まあ、ちょっと、まあ、その初見の気分でやっていこうかなと。まあ、早速なんかお仲間も、ああ、行っちゃったわ。さて、スコーチドアース、皆さんね、もうご存知の通り、もう最初っぱなから危険な生物が大量にいるということで、まず俺が目指すべきは、オベリスク。オベリスクの下には水もあるし、何より、支給品がある。はい、今回も、今回もっていうか、ちょっとごめんね。だから今、後ろにラプトルがいるから、ちょっと落ち着かねえんだよ。大丈夫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 俺の方が早いよ。俺の方が早いよ。大丈夫。よしよしよし、オッケーオッケー。大丈夫そうだな。ほぼ初見とは言っても、もうさっくり攻略シリーズなんでね、今回もちゃんと他のマップからいろんなものを輸送してね、やっていこうと思いますね。もう常に生物もアップロード済みなので、オベリスクの下にたどり着いて生物をダウンロードできれば勝ち。というかあれだね。まず、ベッドとか寝袋を置ければ勝ちだね。うん。まあなんやかんや、すぐに着いたね、オベリスクのところには。さて、ここからよ。水辺には、いるんですよね、カプロスクス先輩が。そいつが、なんとか、隙を見つけてくれるまで。あ?どういうこと?ちげえよ。そいつの隙をついて、ぜひアイテムとかそういうのを取れればって思ったんだけど、もうすでになんかいるわ。あ、待った、頑張って、おい、モレラトプス先輩。モレラトプス先輩。俺らのモレラトプス先輩、ちょっと頑張ってくんない?それ。それ。俺の命運お前らにかかってっから。いいぞ、いいぞ、いいぞ。やった!さすがや、モレラトプス先輩。あ、もう、勝ちじゃん。勝った。あ、もう勝ちやん、これ。勝ちいいっすか?もう勝ちでいいっすか、これ。よし、来た。まずこれ、いらんもん捨ててと。よし、来た。じゃあ、まず、ベッド確保でしょ。で、石確保。防具確保しないと。そうだ、それ。防具を確保する。これで、とりあえず、自衛は OK。で、あとは、ちょっと、この辺りだな。よし。で、ちょっと万全を期して、一回メインメニュー戻ります。よし、じゃあ、着替えて、どうしようかな。とりあえず、ロックドリンク出しとけば、まあ、勝ちだろ。OK。あ、そうか、しまった。サドルが。サドルがね、ちょっと待って。ロックドレイクのサドル、はい。何かのサドルと。はい、何かのサドルと。もうとりあえず、持てるものは全部持っといた方がいいか。よし。オッケー。ロックドレイクのサドル。よし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 。よかった。ここの初動結構つまずくんじゃねえかなって思ったんだけど、そんなことなく普通に行けましたわ。よかった。さて、じゃあ、場所どこに建てようかな、拠点。あんま水辺すぎるとカプロスクスになんか毎回毎回襲撃されそうだけど、この辺りでいっか、とりあえず。まあいいかと思ったけど、やっぱサーベルタイガーとかいますよね。はい。ところでさ、似合うね、結構。ロックドレイク。ロックドレイク似合うね。意外と砂漠。うん。なんか似合わない？結構似合うじゃん、ロックドレイク。なんでだろう？なんでこんなに似合うんだろう？まあ、血を這うドラゴンみたいな感じだから。かな?うん。誰が攻撃力1600じゃん。ぶっちゃけ、どこ立てても大して変わらんか。ここでいいや。じゃあまあ、こんなところかな、拠点は。はい。ちなみになんですけど、まだ電化製品持ってきてないです。はい。冷蔵庫とか、あとはクライオフリッジとか。はい。そういうのを持ってきてないです。っていうのもさ、まあ、スコーチラースって、発電機、風力発電使えるじゃないですか。だからせっかくだからそれ使おうかなと思って。うん。ただちょっと風力発電が余ってる、他のマップで余ってるやつがなかったので、じゃあまあせっかくだったらスコーチラースで1個作ってみようかなっていうところで、うん、そういう感じでちょっとやっていこうかなと。だからね、まだちょっといいかなっていう発電機は。うん。なのでまだちょっと生鮮食品関係とかはちょっと持ってきてないっすね。はい。まあスコーチラースってなんだっけ、食料の腐敗速度もなんか他のマップに比べて速いよね。なんだっけ、 1.5 倍だから2倍くらい速いんだよね、確か。だからまあちょっとそこら辺他のマップではささっとやろうとしているところを割とちょっとタイミングを見計らってやってます。はい。
まあそんな感じで若干拠点が他のマップに比べると不便な状態なんですけど、輸送ありにしてもね、輸送ありにしてもちょっと不便な状態なんですけど、まあちょっと少しちょっとしたこだわりがあるということで、まあいいかなと。なんか緊急で作んなきゃいけないってなった時はもう一回エクスティンクションに戻って作りますわ。もしくはまあラグナロクかなんかでなんか作って送るとか、そういう風な方法を取りと思います。はい、なぜね、サクサク攻略ですから、あらゆる手を使っていきましょう。じゃあ、あとは残ってるものをとりあえずショットガンとか、まあここら辺のまあ必要なものだね。もう洞窟攻略に必要なもの、ちょっとモレラトプスの場合邪魔だぞ、殺すぞお前。あとは残りの生物、なんかちょっと判定がおかしい、残りの生物を出していきましょう。洞窟攻略兼留守番用、じゃあまずはティラコレオ。はい、うーわお前、モレラトプス先輩にさよなら、モレラトプス先輩さよなら、いいやつだったよお前、ありがとう、ありがとう、カプロスクスを殺してくれて、お前のおかげでいい人生だったよ。あのね、全部ラプトルが悪い、ラプトルが悪い、俺は悪くね、俺は悪くね。で、あとさらにさらに今回はもう最初から連れてきました。はい、ギガノドサウルス、エスメラルダスですね。俺がエクスティンクションっていうか、なんだろう、人生で初めてじゃねえな、あ、まあ人生で初めてテイムした100レベ超えのギガノドサウルス連れてきました。いやー、まあこの子さえいればなんとでもなるやろ。うん、ブリーディングしてない野生さんのギガノドなんだけど、まあ別にね、拠点を守る、ここら辺の雑魚蹴散らすぐらい なんてことはないでしょ。はい、というわけでもうこの子をね、もう拠点のところに置いてもう万全の体制を整えようということで、はい、てかまあこの2体も普通に強いから、この2体も普通に強いから何の問題もないでしょ、ぶっちゃけたところ。あとクライオポットにしまいっぱなしだったんですが、ベロナサウルスも連れてきました。ベロナサウルスはね、なんかどっかの洞窟でいると楽になるらしくて、なんかティラコレオとタッグを組むとなんか楽になる洞窟があるらしいので、ちょっと連れてきてみました。まあ必須じゃないらしいんだけどね、必須ではないらしいんだけど、まあちょっとティラコレオとなんかダブルパーティーでやってみようかなというところで、はい。というわけで無事ね、リスポーン地点も確保することができましたので、本格的にスコーチドアース編スタートです。いやー、よかった、意外とあっさりできてよかったわ。まあスコーチドアースのことだから結構沼るときは沼るしね、だいぶ時間かかるんじゃねえかなって思ってたんだけど、まああっさりリスポーン地点設定できてよかったですわ。はい、洞窟攻略に関してはまだちょっと準備がしきれてない、うん、あのまだ送りきれてない物資とかそういうのがいっぱいあるので、それを送って次回以降攻略していこうと思いますんで、よろしくお願いします。というわけで今回はここまででご視聴ありがとうございました。ではさようなら。